倉田直信殿にござる。妻子と城兵の命間違いなく助ける。はっ。首をはねろ。はっ。直信の首をはねろ。切腹した房信を裏切って命を助けてほしいの、所領を安堵してほしいのと大それたことを申すな。お待ちくだされ。されば何故常久殿は城を明け私の条件を飲まれました。城を明けさせた後言葉をたがえるこそ大義を捨てたことにござろう。わしは直信に何の約束もしておらん。常久殿、それはあまりでござる。常久殿、お許しを。何卒お許しを。敵を味方につけ手厚くもてなし、敵の様子を知ることこそがうまい手にはござろうが、首をはねたところで何の得もござりますまい。常久殿、お願いでござる。常久殿、お許しを。お許しを。お許しを。おい。このような裏切り者、次はわしを裏切る。お隣、そなたもわしを裏切っておったようだな。王妃とつながっていたゆえこたびの調略が可能だ。つながってはおりませぬ。おう、さればいかにして。神山城への道を調べさせました。わしが元就やってくれたなと言ったのは、よくぞ大石とつながっていたなという意味だ。つながってはおりませぬ。捨てるにも値しない。直信以下だ。